都市伝説の女、3億円事件の伝説、意外な真犯人ということで、公式サイトの月子の都市伝説ファイルによると、3億円事件、今回起こった弁護士殺人事件の現場は東京府中刑務所裏の学園通り。そう、1968年12月10日に起こった昭和最大のミステリー3億円事件の発生現場です。3億円事件とは、白バイ隊員に変装した犯人が日本信託銀行の現金輸送車を止め、東芝府中工場従業員のボーナス約3億円をまんまと持ち去った未解決事件。さてさて皆さん、3億円事件で強奪された正確な額をご存知でしょうか。その額とは聞いて驚け、2億9430万7500円。なぜアバウトな私がちゃんと覚えているのか。実はこの金額には、憎しみのない強盗という犯人のメッセージが込められているとの説があるからです。それから、3億円事件の現場に残された遺留品は124点。そのうち市販のバイクを改造した偽白バイの書類箱として使われたのはクッキー缶でした。さらに犯人が盗んだとみられる逃走用車両には、競馬新聞や平和島協定で配られたチラシなどが残されてたんです。このことから、3億円事件の犯人は甘党で相当なギャンブラーだったとの説が。私が言うのもなんですが、クッキー缶だけで甘党と判断するのは強引すぎるんじゃ。ちなみに当時最も怪しまれたのが19歳の少年 S。 彼は警察官の息子で、事件の5日後に自殺したとも言われてるんですが、真相はどうなんでしょうね。ところで、実は3億円事件で奪われた現金のうち、ナンバーが控えてあったのは2000枚の500円札のみ。でも結局は1枚も見つかりませんでした。そしてもう一つ、3億円事件で盗まれたジュラルミンケースには現金の他にあるものが入っていたと言われてるんですよ。1975年に時効が成立して以来、犯人を名乗って自首してきた人の数は100人を下らないそうですが、誰もそのあるものが何かを答えられず、犯人とは認めてもらえなかったという都市伝説も。でも私、ついにその正体を知ってしまったんです。そして今回の事件の被害者が握っていた500円札の正体も。ただこの件に関しては、ちょっと大々的には言えないんだよね。言っちゃうと今度は FBI どころか地球外のどっかに飛ばされかねないかもしれませんから。都市伝説ってね、もうなんかもう無理からじゃないですか。その犯人のメッセージが憎しみのない強盗、うん、それ犯人金額して盗んでるわけじゃないわけでしょ。メッセージもクソもあったもんじゃないわけであって。まあ確かに3億円事件に関してはね、いろんな憶測がまことしやかに流れたりもした。それを元に小説も書かれた、そして映画にまでなった。で、時効が成立してからは、とにかく自分が真犯人と名乗るね、いわゆる売名行為というかね、例えば詐欺師がちょっと自分に箔をつけるためにとか、まあわけのわからん理由で名乗り出たっていうものも少なくなかったそうで、まあそういうことでいくと、犯罪史上はね、伝説になってる部分もあるわけなんだけど、でさらに警察が関与しているっていう部分もね、確かに否定しきれない。かといって、今回の都市伝説の女みたいにね、まさか引き換え券でなんと何十億もね、引き渡す約束になっていたなんていうのはね、まあこれは破天荒すぎて、だからこそいかにも嘘っていうことでは罪がないのかもしれない。そうなんでしょうけれどもね、うん、まあ、ただその3億円事件っていうのがね、うん、黒コーチと全く被ってしまってたじゃないですか。まあね、あっちの方はね、3億円事件の真相の仮説っていうのが何と言ってもメインテーマであるだけにね、はい、でしかも同じ金曜日の夜ということで、うん、そうなんですよね、うん、なんやもうこないに被るもんかいなとね。ちょっと前のね、うん、ダンダリンとリーガルハイのね、うん、ウィンウィン、そうなんですよね。なんかこう結構ね、被るじゃないですか、同じクールにね、うんうんうん、これって何なんでしょうね。これこそ都市伝説として調べてほしいですよね。ねえ、うん、まあ単なるね、偶然というかね、結局ね、ドラマを考えるもののね、頭の中の構造っていうのはやっぱり似通ってくるっていうところが実情だとは思うんだけど、うん、で、まあ黒コーチの方では、あの500円札のナンバーね、はい、きっちりと XF227001A から XF229000A っていう風にしていたんだけど、あの都市伝説の女で、イブマサトを扮する竹総監が隠した本物の500円札、うん、その時のナンバーは LE043686E だったわけで。うん、どれが正しいかわからないですもんね。で、現実的に確かに3億円事件の捜査において、
この500円札のナンバーっていうのは公表された、はい、でそれがあまりにも早かったためにとにかく真犯人は500円札を使うことを徹底的に控えたんじゃないかと。まあね、その何億円も取っててね、わざわざその500円札を使う意味はないですからね、うん、500円かける2000枚、まあ高々ね100万円、まあ3億円に比べたらわずかっていうことで、まあ、僕にとっての100万円は大きいですよね。で当然ながら黒河内で出てきたあの500円札っていうのもね本物であるわけはないと、はい、なんと言っても盗まれたのは見つかってないわけだし、はい、まあこの間ね僕たまたま500円札もろたんですよ、うん、ね、気になってね。こういうのがあるとね、うん、変に気になっちゃうんで、まあ、まあ、そういう人がね日本中で多分多いだろうしね、はい、うん、ということでとにもかくにも都市伝説の女、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。